皆さん、こんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃいますか。ジョングク BTS の特別な日が近づくにつれ、フィリピンのファンたちは特別な方法でお祝いする準備をしています。ゴールデン・アライアンス・フィリピンや JK デイリーとして知られるジョングクのファン層は、アイドルへの愛を強調するだけでなく、社会的な大義への深い関与を示す一連のお祭り活動を計画しています。 このお祝いのハイライトの一つは、マンダリアン、アンティポロ、ネグロスオリエンタル、タルラック、ナガ、セブロビンソン・ギャラリア・デパートなど、様々な場所に広がる8つの電子看板の展示です。これはジョングクへの非常に特別なトリビュートとなり、多くの通行人の注目を集めることは間違いありません。さらに、フィリピンの首都マニラのモール・オブ・アジアでジョングクの誕生日を祝いイベントが開催されます。 このイベントはファンが集まり、お祝いし、サポートを示す瞬間になると予想されています。ファンからの温かく愛情あふれる雰囲気は、現在兵役中のジョングクにとって、きっと励みとなるだろう。単なるお祝いにとどまらず、ゴールデンアライアンスフィリピンと JK デイリーは、事前プロジェクトを通じて前向きな影響を広めることも目指している。彼らは、 ミンダナオで亡くなった兵士の家族を支援することを目的とした非営利団体、ヒーロー財団と提携している。ジョングクの誕生日を祝って、これらの家族の子供たちに学用品を寄付する予定だ。この取り組みは、常に思いやりがあり、ファンに善行をするよう促すジョングクの性格を反映している。昨年、ジョングクの誕生日を祝って、 ゴールデンアライアンスフィリピンはジョングクの顔を描いたフィリピン最長のパノラマアート壁画を制作した。壁画は長さ60メートル、高さ2.5メートルで、アンティポロのビラサンパギータリゾートの外壁に設置されている。この作品は大きな注目と賞賛を集めジョングクのファンの間での絶大な影響力を証明しました。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。 どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。